メナール・ロベール・メナールはフランスのジャーナリスト、政治家、非政府組織、国境なき記者団創設者の一人で現在は事務局長を務めている。2014年からはベジエの市長を務めている。メナールはアルジェリアのオランで生まれ、メナールの家系は1850年代からアルジェリアで暮らしていたフランス系で、メナールが9歳の時に家族とフランスアベロに移住していた。 メナールはそこで宗教を学び、将来は生殖につくことを考えていた。その後、大学在学中に第4インターナショナル系の革命的共産主義者同盟のメンバーとなって、トロツキストラと関係を持つようになり、社会党に入党。1975年から1976年、メナールは、ラジオパームリドという海賊局を立ち上げ、L、 アソシエーションポアーラレバースヨンで温度の会長となる。このことから幾度となく訴訟の標的になり、中には後の大統領となるミッテランも訴訟を起こしている。その後、フリーマガジンレプティ・バイターイスを発刊するが、広告主が集まらずに廃刊。そして1985年に国境な危機者団を創設する。メナールは重大論争の中心に立つようになっていく。 あるラジオインタビューで、ジャーナリストのダニエル・パール誘拐殺害事件について、問われた際、拷問の有用性は状況次第で正当化されるかもしれないとの解釈が広がってしまったと述べている。2008年3月24日には、メナールを含めた国境なき記者団の3人が、北京オリンピックの最下式を混乱に陥れたため、逮捕された。この騒動を起こした目的は、中国政府が、 チベットの市民権運動を厳重に取り締まっていることへの抗議だったという。また、国境なき記者団はアメリカ、中央情報局とつながっているとの憶測を受け非難されているが、これを否定している。もっとも、全米民主主義基金と繋がり、資金提供を受けているのは事実である。なお、メナールは、エマニュエル・デュベルジェと結婚しており、現在二人の子供に恵まれている。 2014年4月4日より、ベジエの市長を務めている。国民連合の指示を受けており、難民申請希望者たちが、ベジエにやってくる。と移民の恐怖を煽るパンフレットを作成したことや、ベジエにこれ以上ケバブレストランを開かせないと、ベジエを、反ケバブの首都であると、宣言するなどの言動で知られる。2007年1月28日、台湾民主基金より、 1> 第1回アジア民主人権賞を受賞、ありがとうございます。